1519年のアステカ周辺の地図根戦争は、アステカ帝国と敵対国が1450年代から1519年にスペインに滅ぼされるまで断続的に行っていた儀式戦争である。メキシコ中部の都市国家軍が敵対国になった参加国は一連の手続きに従って戦争を行った。スペイン人が侵入した際、トラスカラ王国は、 アステカ帝国を倒すためにスペインに味方した。1450年から1454年にかけてアステカを塞くと深刻な干ばつが襲い中央メキシコ高地で多くの餓死者が出た。これに対して新官が神の怒りを鎮めるために多くの男性を定期的に生贄に捧げなければならないと述べた。これを受けてアステカと四つの都市国家が 神への生贄を得るための戦争を行うことに同意した。ペルーで出土した例から300年頃の儀式用、アトラトリ儀式用、マクアフティル花戦争は通常の戦争といくつかの点で異なっている。例えば、花戦争は事前に決めた場所と時間に行われる。これらの戦場は聖地となり、クアトラリーやヤトラリーと呼ばれる。大量の紙やお香りを燃やすことが、 戦闘開始の合図になる。アステカは、通常の戦争では、アトラトルや、投石のように、遠距離武器を用いるが、花戦争では、マクアフティルを用いる。この武器は、接近専用の上に技術が必要なので、敵に、己の技量を見せつけるのに向いている。通常の戦争は、脳寒気の晩秋から、初春の間しかできないが、花戦争は少人数制なので、いつでもできた。 同人数に揃えて戦うのも特徴である。花戦争は長く続くことで徐々に深刻なものになっていった。初期には貴族は捕虜になってもよく解放されたが、後には平民と共に生贄にされるようになり、花戦争のコストは増加した。アステカでは通常の戦士に比べて花戦争の戦士は高貴なもので増チャイミキストリーと呼ばれた。花戦争の戦士者は、 ウィツイロポチトリーが住む天国に送られると考えられた。花戦争の目的には、生贄獲得以外にも戦闘訓練があったと考える歴史家もいる。エルナン・コルテスの部下のアンドレスデ・タピア・モーテル・ケイヤが、モクテスマ2世に、なぜ強大なアステカ帝国は、近隣のトロックスコラを征服しないのか。と尋ねたところ、我らが望めば、征服はできるが、トロックスコラは、 生贄獲得と戦闘訓練に都合が良いので残していると答えた。しかし、アステカがトロックスコラを頻繁に包囲したことを踏まえると別の理由で征服できなかったのではないかとフレデリック・ヒックスやディエゴ・ムニオスカマルゴ等の歴史家は考えている。多くの研究者が花戦争は生贄目的であることを疑っているが、ヒックスはモクテスマ2世の説明は論理的と述べた。 アステカが、イケニエと戦闘技術の両方を重んじていたからである。貴族にとって、実際の戦争に備えて、戦闘訓練を行うことは義務だったが、平民にとってもそれは強く推奨されていた。これらの理由から、ヒックスは、モクテスマ2世が侵略失敗の言い訳に述べたのではないと考えた。しかし一部の研究者は、イケニエや戦闘訓練以上の目的、 例えば、ロスホジグのように、戦争を続けることで敵国の戦力を削ぐ仕組みと考える者もいた。両軍から同数の兵士が戦いに参加することは一見、平等に見えるが、割合で考えると、戦力の少ない国に多くの消耗を強いるものだった。これによってアステカは敵国の戦力を削ぐことに成功した。また、花戦争には少数の兵士しか参加しないので、 アステカは、残りの大部分の兵士で敵国を威圧できた。加えて、同数の兵士が戦うことで、アステカの兵士の優秀さを見せる場でもあったとホジグは、述べた。もし、アステカが数に頼って侵略すれば敵国は、防御に徹し、戦い辛くなる可能性があった。しかし同数ならば開けた場所で戦え、個々の戦闘技術を見せつける機会も大いに得られた。ホジグは、最後に、 広報活動が最重要だったとも述べた。定期的に戦闘を行うことで、アステカは敵国に己の強さを見せつけられる。これによって敵国をアステカ側に寝返らせることも狙っていた。ありがとうございます。